はい、プレイしていきたいと思います。セルレストゥデイというわけでやっていきましょう。前回ティア5の湧き潰し成功していたので、うわ、何の音だ今、ガッシャン言うてなかった？あ、ゾンビ来てるね。まあいいか、俺のバイク殴ってねえよなお前な。殴ってないのいいんだ。え、待って、貞子じゃない？違うか。よいしょ、オン。オッケー。あ、なるほど。電柵弱いな。あそこ縦なのに電柵当たんないんだ。ちょっとあれ、要改造だね。縦電柵ダメだ。開けよ。開けまーす。開放。開けられた、こいつ。当たんな。届いてる？怖っ。もう手段動か、手足届くとこう殴るしかない。これ上から殴ればよくない？上から殴ればいいよね。あ、しかもこれ俺も感電させれる。手取れるね、お願いだから。そうだよね、俺が殴って感電させてるのと、トラップで感電させてるの、二重感電だよね、きっとね。こう当たってないっすね、俺のチャージされてるのに、何も起きなかったよ。これどうしよっかな。この仕組みいいなって思ったけども、横だってよくない？でもこれ、あれか、リペアできるのが強みか。そうだな。こっから行くの危ないな。確実にリペアできるのが強みだよな、はしご。ゾンビ殴りやすくすればあれなんで、リペアがしにくくなるんで、基本的に。やばいやばい、ちょっとまずいぞ。何がまずいって、あまりにもあの VCR のマインクラフトが面白そうすぎて、ついにやってしまったんですよ。インストールしてね。そしたら、キーバインドが、マインクラフトって、ちょっと癖があるのよ。やばい。今、E を押して、インベントリを開こうとした。マインクラフトのキーバインド変えとこう、後で。あ、待って、夜行くのまずくね、さすがに。さすがに夜行くのまずいんで、ちょっとリセットされる車を解体するだけしとくか。で、コメントでね、3ボトル、酸性、3ボトルでいいのかな。アシッド。あれが、トレーダーの前のチェストに入ってたって言ってた。マジか。どっちだ？どっちのトレーダーだっていう。レクトって言った気がするから、多分向こうなんだよな。しまったよ。完全に見落としてた。うん、いいのないね、つって。現場でこうやってたわ。よし。マジか。うわぁ、三つあれば多分、あれだよね。何化学台って言うんだっけ。ケミストリーステーション。化学実験ステーション。作れるよね。いや、でも今から取りに行くのやだな、遠すぎて。あと3つ出ねえかな。まあこれ車屋さんなんで結構チャンスあると思うんだよね。あ、待って、この車屋さんちっちゃい小屋が裏に1個ある。それとも繋がってんのか、屋上。意外とありでは。これ耐久いくつだ。1200、弱っ。マジか。弱いのか、この建物。いい線出してたのにな。めっちゃ殴られとる。あ、こっちも1200なんだ。なるほど。じゃあ逆にこっちは。
穴掘るって考えてたじゃん。これさ、逆に、あ、これ5000だわ。うわ、強いな、この建物。いいところに陣取ったな。で、これ逆に、穴掘らずに建物の石質使ってもいいかなっていうアイディアに至ったんですよ。だけど、1200じゃダメだね。1200ぐらいだったら地面に穴掘ってやった方がいいな。1500でもないな。5000がいいよな、やっぱり。今のところあれぐらいだったら、完全孤立して、孤立してないか。あれぐらいだったら、なんだっけ。穴掘った方がいいか、向こうの地下にあるやつをどうにか使った方がいいまであるっていう。アシッド出ねえな。マジか。車から出るって話じゃなかったっけ？もしかして車から出るってさ、解体で出るじゃなくて、やばい、2人に見つかってる。大丈夫、バレてない、バレてない。漁った時に、中で見つかるのパターンだったかもしんない。昨日一回見つかったもんね、車の中から。で、発見って書いてあった気がすんな。なんだっけ、荒野だっけ。入手率追加。待って、破壊時って書いてある、ちゃんと。回収すること。車、医療機器、一部の錆びたたる。え？錆びたたるもだってよ。これは見落としてた。これは熱いね。錆びたたるは熱いです。エンジン追加しとこう。今も気づいた。マイクラの癖出てた。気づいた人いる？今の一瞬、何が起きてたか。どうしよっかなー。どうしよっかなー。今のゾンビ結局ついてこなかったんだ。そうだね、ついてこなかったんだね。当たんねえよな。なんだ、変なルート通ってきたね。へえ、大回りするよりこっちの方が安いんだ、コスト。面白い。下まで落ちちゃった。そうなんだ。大回りするより、ちょっと段差下る方がいいんだ。じゃあさ、段差のコスト安くなった？ジャンプなかったからかな。ジャンプしたよ。あ、ジャンプなかったからかも。ジャンプがなかったら、最短距離を通るみたいな感じなのかもね。で、ジャンプがあったら、ジャンプコストがあるから、ちょっと大回りみたいな。あれ、さっきって、サラリーマンがいたよね。よいしょ。後ろがちょっと怖いね。もう一段階ある。よいしょ。わお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 、3匹4匹ぐらい引っ掛けた。
目光っとる、ティッシュ。本当に光ってたか？当たんないな。弓作ろうっていう話してたのに忘れてたな。よし。あ、光ってるわ。殴るか、めんどくせえし。うわ。懐かしの？これゾンビ弱いな。あ、殴ってたけどね、ここね。結構殴られてんな。結構殴られてました。危ない。あ、ローしたけど今のが間違ってたら終わってたわ。クエストスタートしてたところだった。ちょっと押した後にヒヤッとしましたね。で、何？鉄だけ？鉄だけです。で、これ普通にクエストできるのでは？いや、無理か。これ逃げ回ったか、今。だから次の野良ゾンビでチャージだけしてクエストスタートかな。野良っていうか、なんていうの。え、ここ開いてんだ。え、それゾンビの頭じゃないよね。いや、違う。野良じゃなくて、ノーマルゾンビ。ノーマルゾンビで、チャージされてないもんね。それ錆びた感じゃね。うわお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 、4匹。3匹かな？ 2 匹はいる、最低でも。はしほー、ワンパンマジ強。想定外にも程があるんだ。ええ、車殴ってるね。チャージ強っ。 50% チャージマジ強っ。チャージ発動しなかったけどね。倒しちゃったけどね。待って、これ5000じゃね。これ5000だわ。うわ、ゾンビが歩いとる。まずい。これ野良ホードだわ、外。ここに詰まってんの多分野良ホードの。そうだね、野良ホードの道を見失ったゾンビたちだわ。ここありか。ここにどうする？うーん、壁が2面しかないから、あと2面は自前で作るしかないんだよな。殴った方が早いな、マジ。ドア壊してきてくれてるけども、弓作ろう。やっぱ夜の間に作るか、こいつ倒したら。弓なんか使ってんの遅えわ。え、嘘、気づくの？ちょ待って、なんで気づくの？痛い。
なんで気づいたの？やばい。チャージ入った。え？絶対大人ないやん、殴るくらいじゃ。あ、チャージされてるわ、これ。わお。え、最高すぎん？カバン2個も出た。そして朝なったって、何のために帰ってきたかも忘れちゃったやん。そうした。弓だよ、弓。私は弓を作りたい。レシピ。弓。弓。あれ？あった。ダクトテープさん、革。クトテープさん、ぴったりすぎた。よいしょ。よいしょ。違う、これここじゃね。道具。いいね。ロボットはガラクタにならないように、ロボットはバトンの耐久減少。うわ、最高。20%。うわ、タランまで来た。おまけにロボットなんちゃらだったよね、今ね。タランまで来たよ。テクノロジー中毒。すべてのロボット放題。バルククラフト。まあまあか。まあまあか。EP。ロボットシェルってなんな？ロボットシェルってなんな？これか。うわ、2体以上に対してって書いてるわ。強っ。マジか。それいいね。弓弱っ。なんで？これでエイム力上がってくれたり。やばい。やってんねえ、やってんねえ。ブレード。ナイフなかったな。やばい。もう絶対マイグラもキーバインド変えます。やばいです。なるほどね。この、うわ、違う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 。この E でアクセスしてるときは E で閉じれるんだね。意外と近いんよな。近くて遠いのが不便。でもどちらかというと俺はセブンデイズの方かな。なんか違和感ないんだよね。FPS とかやってたときと考えると。リロードするか。E でインベントリっていうのは、マイクラ特有だよね。あ、R で矢を詰めて。どうする？報酬部屋行けそうだったよな、さっきの。行ってみるか。ゾンビ途中でやめたからな、壊すの。ここ上からゾンビ撃ってくる可能性あります？美味しそう、今の。素晴らしい。しかも今日ね、あれなんだ。めっちゃ涼しい。台風でも来んのかってぐらいめっちゃ涼しいんだよね。最高です。うわ、怖っ。マジぶん殴るモーションやめてくれ。爆死とか嫌だよ。え、俺この世界さすがに死んだよな。むしろ何回か死んだよな。よし、弓1本目。決めた。強いかも。引く速度速いし、絞りも良かった気がする、今。あ、なんか俺、テストするためにあれがついてた。はしごが。これ屋上さ、5000じゃない？この見た目コンクリートだよね、多分。
5000だわ、やっぱり。素晴らしい。屋上は5000か。外壁。どうなんだ？どうなんだ？これ何？あ、鉄も出る。プラスチックも出る。あ、待って、これ便利。あ、いいや。なくなるから。斜面としてめっちゃ便利だった、今。ここもな。ちょっと火炎瓶投げるには弱いな。あの感じまずくね？犬いるよな、これ多分。この雰囲気犬湧くやつだ。こういう餌が吊るして歩く系は犬が、あれ。犬は。スイッチを押したら、めっちゃ来るパターンね。なるほど。やっぱいるやん、犬。どこにおった、お前。いなかったよ、今。うん、壊せない。エイムしない、全然当たらん。弓で間に合ってたな、今の。絶対中入られると思って撃ったけど。これ車の裏いた？どこいた？もう大丈夫？もう一匹いる？出た。インベントリ開こうとして火を押すやつ。よいしょ。ああ、これ2周だな。もう1回行こう、ちゃんと。ガラスはいくつだろう。2500、1200、3000。なるほど。何も出てこんの？マジ？あ、落ちた。うわ、今ラグって外に落ちたわ。きつなんか、普通に開いてた。普通に開いてました。起きたんだけど、あいつ。察しが良すぎる。あ、ダメだ。よし、いいチャージ。ダメだ。判断良かった、今のね。喉が渇いてる。これは漁りたいだろ、さすがに。よし。ここまで来たら報酬部屋か。俺今何壊した？車漁りより先にゾンビをクリアリングするべきな気もするけども。まあいいでしょう。ご飯、放置。あ、報酬部屋だ。え？ゾンビ見えなさすぎじゃね？後ろ脇はさすがにないよな。この真下脇だなって。走ってるわ。まあ、チャージしてるからいっか。おお、チャージされてた。やばい、スタミナない。まずい。危ねえ。いや、危ないけどダメだ。スタミナあるか？あったー。バカなったゾンビ。よし。
ご飯食うか。さすがにか。さすがにスタミナ効率さ上げないといけないか。待て待て待て。よし。不厄介発生しにくいな。まずい。よし。お、チャージ残ってる。これで報酬部屋クリアかな。HP も回復してる。OK。ここよくね？やっぱりここ正解か？ここ正解だな。と広いけど、広いけど、まあ内側囲って、うわ、めっちゃもう見た目からしてトラップやん、こんなん。最高。一応待って、これさ、クエスト残しといた方がいいか、むしろ。いや、ダメか。ダメだな。ダメだな。せっかく作ったトラップが消えてしまうな。それまずいわ。しょ。とりあえず隣あさるか。どうしよう、これ。これ完全に、完全トラップです。レンジャー。ちょっと構想を練りながら。相手も見てくるか。なるほどね。難しいな。1万？1、10、100、1000、1万だわ、これ。2000、1万、1万、1000。うわ、土台は1000か。あ、ここ1万だな。強いぞ、この施設。トラップとして使うには。床は2000だから壊そうと思えば壊せる。ここ切って壊して、あっち切って壊して、真ん中は？あ、真ん中こんな感じなんだ。なるほどね。で、1番のは俺絶対壊せないから。どうしよっか。出ねえな。1万のは絶対壊せないんだよ。うわ、これ面白いトラップ作れそうだな。42だよね、次。7、56。7、7。6、7。42。そうだな。これか。うわ、これダメなんだって。返して。いらないかね、いるか。逃げ回れないもんな、次な。よし。スコップいらんな。スコップ預けててもよかったけど、まあ、いっか。とりあえずクエストやりましょう。作戦は成功だな。じゃあ、ここに作ったらちょっと使いやすかったけどな。なんで、どうしよっかな。車解体したら持てない気がすんな。もう一周すんの、バイク持ってきた方がよかったか、むしろ。アイテム溢れて帰るの前提なら。で、真ん中にはしごつけて、真ん中からゾンビがあたかも帰ってくるみたいな感じにしつつ、実は帰れない？
そうしたらゾンビは自分から入ってくれるかな。やっぱこの真ん中のエリアぶっ壊さんとな。これまずいわ。これ横切ってもこれ隣にこれ1万が支えになってるわ。これ難しいな、生かすの。これ生かすのマジでむずいな。構造が地味に複雑だ。これ絶対トラップになる気がするんだよ。でもゾンビ普通に歩いてきてたもん。でも5000のこのちょっと広いんだよな。5000のこの完全なる四角の壁は厚いよな。このさ、鉄の板ぐらいのサイズでよかったんだよね、本当は。これぐらいが理想だった。どうしよっかな。ちょっといいアイデア思いつかないな。どうしよう。マジで複雑すぎる。これは線なんだ。これ、本当？あ、これだわ。でも屋上は線、5000。こいつも線。多分これ抜けてもこの建物崩れないよね。検証しとくべきか、これは。多分これぐらいじゃ屋上壊れないと思うな。これ壊れたら、これ壊れても多分耐えると思うんだよな。いや、怪しいか。こっちは支えない。あっち支えない。あっち支えない。どうなんだろうね。や、これ切れたと。でもそっか、天井からいっぱいくっついてるから重たくはなるのか。いや、でもこれぐらいじゃコンクリート壊れんよな。そうだよな。わからんな。あれ。とね、これは壊されるんで、絶対ここは。どうしよう。内側にはしごあるじゃん。あのはしごからゾンビ登ってこようとするよね、多分。だからあのはしごで登っていくゾンビを吹っ飛ばして穴に落として、火炎瓶全然耐えてるわ。ここに繋がってそうなとこないもんね。耐えてるわ。じゃあゾンビにここ壊されても大丈夫と。ここさすがに空間あるよな。あるよな。大丈夫そうだね。なんだけどもこれ、使いこなせないな。無理かも俺には。ちょっと2日で改修工事入れるの無理な気がする。
だって真下に火炎瓶投げてもさ、ゾンビ集まってないんだよな。ゾンビが集まってないと火炎瓶投げる意味ないし。1万は壊せないもん。惜しい。これどこだ？4930。ギリギリ叩いたよね。これだ。はしごがありそうだね。はしごここだな。あれ？ずれてんな。壁の位置、内側か位置ます。22。22。いや、じゃあ、え？ん？どっちだ？じゃあ、はしごは宙に浮いてくる感じか。で、下にスペースがある。うわ、トラップ作りやすそう、この建物、マジで。え、改造したらめっちゃトラップハウスに作り上げれそうだよね。面白そう。とりあえず、クエストやる？どうしよう、無理だな。でもな、改造したらトラップハウスにはなるんだけども、ちょっと違うか。ちょっと大掛かりすぎるな。ブレードトラップとか他のトラップ混ぜていきたい感じだよね。サプライ降ってきちゃった。サプライ降ってきちゃった。検証してる間に、検証というか何？実地調査。まあ検討しながらバイクでのんびり行こうか。あの仕組みを考えながらね。なので、俺が作りたいのはコンクリートのピットがあって、俺はその上の段階で待ってて、はしごを登ってくるゾンビたちをスレッジハンマーで落とす。スレッジハンマーロボットで。もしくは、斜面を走ってくるゾンビをスレッジハンマータレットで落とす。で、落としてゾンビが溜まったところに火炎瓶を投げる。なんだけども、タレット使わんくてもゾンビがなんか勝手に溜まってくれるなら、それに越したことはないっていう感じだよね。難しいか。難しいな、それは。簡単にはいかんわな、それは。浮く拠点考えたくなるよな、ほんと。でも浮くの効かないんだよね、確か。効くっけ？2マス浮きしかない。新しいブロックでまた浮かせれるのかな？ なんかジグザグにしたらさ、
殴れないけど浮かせるっていうのできそうな気がしてくんだよな。てれん。うわ。いくつだっけ、体型。1200ですか。1500です。なるほど。ワイヤー。お、採取通路ありがて。採取通路、本じゃない。なんだっけ。スキル取るかちょっと迷ってたんよ。オーガー取らないとそろそろ建築できないなっていう。トラップ作るにも、壊すにも、改造するにもオーガー必要だなっていう。車漁るだけ漁るか。ゾンビは来そうだけど。大丈夫だった。ボング。ボングってなんだろう。 ちゃんともう何でもないメーカーにしたのかな。テキサス、アリゾナじゃなかったっけ。テキサスから遊びに来たのかな。それともアリゾナとテキサスってもしかして一緒？さすがに違うよな。テキサスの中にアリゾナあったりするのかな。もしくは逆にアリゾナの中にテキサスがあったり。テキサス州って聞いたことある気がするもんな。多分別だよな。まあアメリカなんて どっから車が来てても不思議じゃねえか。これ壁いくつだ。広すぎて、こんなんもう要塞でしかないか。なんなら内側制圧するのに倒れそう。1200だった。カモが2個もある。あ、ラッキー、レジェンダリーパーツ。このパーツ意外と出ないもんな。ってやつやっちゃうか。やっちゃって、考える。でもやる前にも意外と使えそうなんだよ。はしごが2個ある。3個あるのか。こっち側にはなかったよね。あるんだ。1個、2個、3個。外側はない、むしろ。外側がない、俺がつけただけだ。とりあえずクエストだけやって、今日は終わりにして、要検討かな、録画外で。いや、でもこんだけ考えて思いつかんってことは多分無理だよな。なんだかんだクエスト2周やってんのか、今日。あの家。しかも検討もしながらだから。まあまあ時間食ってるっていう。バトンパーツ出まくりだな。バトンパーツ。バトン。ただのバトン。そろそろ？俺ダメだ。回復しねえわ。ベッドのそばだから。だってこのパトカーは回復しないもんな。その時点で回復しないよ。ちょっと離しとくか。車が湧いてきて車とぶち当たったら嫌だもんね。ああ、レンチリペアしてない。リペアキット出るかな。大丈夫だった。リペアキット出るかな。チャージされてんな。
うわ、チャージ。いいね。あ、もしかしてこれエリア一層入ってるな。まあ、赤が出てるわ、ゾンビの。トニル。奇襲ダメージ経験値。ここいたっけ？車の裏にいたか。屋上から降りてきたのかな、あれ。いるな。走ってきてるわ。足。頭。挟まれる。こいつあれだよな。アーマーつけてそうだよな。ヘルメットで。ダメだ。2匹目来たわ。え、チャージされてるよね。いや、ここでチャージ使いたくない。チャージはフェラルに当てたい。やっぱスタマト2本必要だな。さっさと次のレベルの作れるようになったらもう、2本目用意しよう。スタンバトン2本運用が正解だわ、俺の中で。2本運用めっちゃ強そう。そしたらスレッジハンマー卒業できるか？スタミナ使うしな。ワンチャン卒業もありだよな。スレッジハンマーな。やばい時のスレッジハンマーなんだよな。スタンにかけて一発殴っとくかみたいなことがあるから。テレンエンジン。いろいろチェック。しゃがんでる、しゃがんでる。いいね。矢の速度が速い。全然違う。まっすぐ速い。まっすぐ速い。素晴らしい矢だ。結局犬どこにいたか見てみるか。多分降りるまで湧かないんだよな。ひどいよね。好きじゃない、そういうの。ほら、車の裏いない、いたわ、いつだわ。え、こんなパターンあんの？これはさすがにやばいって。やってるわ。これはえぐいところ隠してたね。マジか。あ、しまったー。これあさってね、さっき。犬にキー取られすぎて忘れてた。こっから撃てる、もしかして。撃てない。ちょっと撃てるかなって期待しちゃったけど、ゾンビ見えない。よし。さっき結局トリガー引いたよな。ここら辺で車の裏のやつ気づいたよな。あの、引いたわ。フェラルだ。2匹来てる？ 1 匹？あ、チャージされた。チャージされてる。音でわかんねえ、マジ。つら。もっとピカピカ光ってよ、前みたいに。へえ？これ下にいるゾンビか。ん？
いるが。経験値。まだか。走るか？走ってるね、一匹は。走ってなくね？うわ、惜しい。もうちょっとなんだよな。まあ速度、引く速度速いから全然いけるか。全然速いよ、引く速度。ただ俺のエイムが悪いだけだ、これはもう。胴体狙い続けた方がいいんじゃない？走っていくね。やっぱり足か。もう一匹来そう。やっぱり弓ダメか。殴るか。強毒性なもん。殴った方が早いわ。素晴らしい。よいしょ。いやーマジか。嬉しいな。ちゃんとクリアできるって嬉しいな。クエスト。もう厳しかったもんな。ちゃんと正規ルートでもあるよな。うん、塀の上から撃った。うん、正規ルートだよ全部。素晴らしい、素晴らしいよ。この前のねティア2のやつは正規ルートだったけど全部の部屋を回らないっていう失態を犯したからね。やり出た。鉄やり来たー。あちー。鉄やりあちー。リペアキット出ねえかな。リペアキット材料なんだっけ。ワンチャン持ってたりせん。持ってなさそうだ。よいしょ。あ、電気部品とかこれ解体してもよかったな。さっきどう？微妙か。アンプレート。アンプレート入るところありそうだよな。ここさ、7日ごとに漁るのも悪くねえな。報酬いいな、ここ。めっちゃいいな、報酬。うわ、ちょっとこれ漁るのありだな、マジで。うわ、美味しすぎる。これちょっとここでやるのやめよっか。あまりにも美味しすぎるわ、これは。これどうなるんだろう。箱開いたやつって復活すんのかな。ちょっとあまりにも美味しすぎます。もっと美味しくなかったら潔くやめれてたけど、壊せてたけど。ちょっとゾンビ入れて燃やすには良すぎるかもしんない。あ、殴れない。うわ、車もいっぱいある。じゃあどうしよっかな。ポストオフィスっていうのがあるな、目の前に。でもあっち窓多すぎじゃね。うわ、いろいろ入ってた。窓多すぎだよな。窓行って3000だもんな、強化カラスだったとしても。
あ、もしかしてワンチャンポスト来た。よいしょ。ポストオフィスか。うわ、サイズ的にはコンパクトで使いやすそうではある。ニューママピッツァ。ニューママピッツァ。地下室な。この家の地下室めっちゃ硬かったりせんかな。見てみるか。別に重たくても。見えな。これ1200だな、多分。でもコンクリートで入れてる可能性もあるからな。コンクリートだ。ここ使うか。なんて書いてある？ティア3だ、ここ。マジか、ティア3か。結構じゃあ、頑丈の可能性あるね。あの石室使うのありだな。あの石室使って、でもクリアリングに結構時間かかるかな。クリアリングかかっちゃう可能性もあるな。27、40、あと2日、まあ、実質あと1日ぐらい、2日、あと2日か本当に。うわ、これ欲しい、あ、こっちも欲しいし、いろいろ欲しいの来ちゃったね。まずだよ、まず。まずこれか。あ、どうしよう。これって2個ついたっけ？ 1 個だよな。1個なんだよな。わかった、こうしよう。改造するで取って、多分同時につかなかったと思うんだよな。つくんだよ。なるほど。じゃあこっちで。完了。仕事。I've got work in Duke's if you've got ambition. N ガスストア。N ガスストア、大量発生。ここら辺だよな、多分な。大量発生、さすがに無理なんだよな。危険すぎる。Are you looking for work? I've got some jobs. Have a look. エワオモトってどこだ？ Well, that's better than a poke in the eye with a sharp stick. ああ、この前のところか。あれじゃガスステーションとはまた別だったのかな？パトカー。あ、違う、これ。ん？これがこの前のところ？その隣って感じか？まあ、とりあえずいいや。ちょ、待って。品揃えチェックするか。サイレンサーもう一丁あったら買いたいもんな。脱獄はいらんかな。I got vehicles so shiny they'll blind you in the noonday sun. ああ、そうだった。ダイナマイトどうするか問題があるんだった。270円か。2700円、高えな。でも3000ダメージはいいよな、3個買おう。3000あれば、9000あれば大抵のもんをぶっ壊せるわ。抗生物質600円は高いな。アシッド。3位で378円。こんなもんかな。
サプレッサーあったら買ってたけどな。ビーカーは確か持ってるよね、1個は。アシッド待ちなんだよね。Tell your friends about me, Trader Bob. アシッドがあと1個とかだったら、買うのもあり。4個も拾ってないと思うんだよな。あ、4個の可能性あるか。いや、2個だろ、多分。2個3個だよな。370円でケミストリーステーションはでかいから買っちゃうよな、多分。よいしょ。あ、俺、本売った？売ってねー。まあいいや。本1冊ダイナマイト1本って考えたら安いな。しよう。バリングシャフト戻して。どうする？こっちに詰めるか。槍でかいな、鉄槍。エラルホードの時ちょっと届かないっていう時があるから、ちょっと届かないを解決してくれそうな槍。こっちで一回いつも通り、ここで変なとこに入れたらわからんくなるかな。ナイフ多いな、そろそろ。ダイナマイトもこっちでいっか。防具なんかある？ワンチャンある？これ。ワンチャンないわ。あ、ついてるわ、そもそも。ないわ。ないわ。じゃあ、もっと落としてしまいます。バンカー来とるやん。これどっち？石？石か。まあまあまあ、当たりでしょう。かぼちゃの種を植えとくか。収穫はめんどくさいからいいや、今。レンジャー。石か。ピッケルだわな。手に持たんといけん。レンチじゃないなっけ、これ。ラチェット。なんだった、今。ジャイロコプターか。レチャット。ウレンチ。何これ？ラチェット。もしかして R？ チェット。まだだったわ。半分じゃん。これは大切に使わなくては。リペア。おい、スクラップしてねえよな。 マジ今ヒヤッとした。大切に使わなくちゃっつってスクラップしてたらもう終わってるわって思った。ツールパーツ。レンジャー。ダリルレンジャー。こっちがいいか。どっちがいいんだろう。こっちがいいよな。どうしよっかな。どこに、
トラップ作るか問題、再浮上だな。ちょっと隣のクリアリングしてみるか、軽く。ああ、やったわ。ったわ。ゾンビいないの、マジ？それはそれで怖いよ。奥にはいるね。意外と落ちないな。すげえ。弾速上がったら本当に落ちなくなるんだ。終わった。終わった。終わった。びっくりした。めっちゃ降ってきたって。やーば。あ、今昼なのか。まだ昼というか夕方、夜。右から来てんかった今。これさ、縦振りだな。全然縦振りだな。やばい。よし、勝った。よかった。夜なる前に入ってて、夜になったら終わってたわ。どうしよう。1200だよな。床は5000でも、床5000でも意味ねえんだよな。5000は全くもって意味がないよな。燃えとる。これってゾンビに当たるかな。楽しそうだぞ。これゾンビに当たるかな。これめっちゃ楽しそう。やばい。わっちゃわっちゃ。あ、もしかして君使えます？この足が。使えないよね。はっ、神。あ、まずい。ここクリアリングしてない屋上に来た。神だけど微妙すぎるな。スタミナ回復。もうちょっとスタミナコスパ良くないとやばいな。チャージ全然されねえ。されてたのかな。2ポイント。ちょっと面白いですね、今のは。今のは採用の可能性ありだけど、あまりにも燃えてる時間が短すぎた。でもどうにかしたら使えそうではある。強っ。この距離普通に当たるの嬉しい。でも弱い。入って上がってできたのを落とす。無限ループゾーン作りたいよな。とりあえずゾンビは上に上がるためにここを通ってくれるんよ。ってことは、まあ、火炎のところで電柵を置いて感電させたいよね、最低でも。
で、上がってきたゾンビはループで戻したいよね。はしごがあそこにあるから、これ壊したらどうなる？これ壊しときて間違って押しそう。封印するか。封印しよう。封印しよう、これは。逆に俺これ壊すことによって回収しそうだよな。いい連打で回収しそうだよな。なんか壊したらと。壊して止まったらやだな。壊して止まる可能性あるか。これにしとくか。大丈夫そう？大丈夫そうだね、今のところね。よし。なんで、やばい。暑いな、これは。ちゃんと暑い。いろんな意味でちゃんと暑い、これは。どうしよう。これ暑い。電柵で、上に向けて電柵通さないといけないじゃん。難しいな、通す場所。これ多分屋上5000だよな。そうだよな、5000だよな。クリアリングするか、さすがに。この屋上走り回れるのもいいね。なんだこれ。待って、床抜けるとこがないかチェックしとかないといけない。大丈夫そうだね。大丈夫そうだね。フェラルホールの時に走り回ってさ、床抜けたらもう終わりよ。OK。 ここはいなさそうだよね。OK。いいね。なんで、ここから、うーわ、熱々、これ。こっからゾンビ上がってきました。だ、はしごもう一個ぐらいつなげちゃって、1400か。マジこれ。だったらリペアするのありか。今思ったのが、はしごもう一個つなげちゃって、こっから弾いて向こう側に落とすっていう。それも悪くねえんだよな。はしご2つ3つつなげて、斜面作って、ポン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 落として、ゾンビここら辺からぐるぐるぐるって回ってきて、燃えながら上がってきて、みたいな。熱いな。で、別に警察官来てここの建物ぶっ壊れても構わないじゃん。いいね。ちょっと次回、ここを利用したトラップ作りましょう。火炎瓶使わんくても炎上し続けるわ。ただ悲しいことは一つあって、俺の経験値にならんかもしんねえな、これな。
経験値を稼ぐために炎上させたかったのであって、ちょっと趣旨変わっちゃうか。しかも炎上の時間めっちゃ短かったしな。でもこれやりたいよな。やりたいかやりたくないかで言ったらやりたいもんな、これどう考えても。やろう。これで、そこの4マスにうまく落として5000だわ。結構これ落とすの大変だよな。フレームの位置もそうなんだよ、飛び出てんだよな。だから、こっちに斜面、薄い斜面、ドカン、ピュー、ポトン。こっちも止めとく。で、ゾンビが下で殴る。いや、でもな、狭すぎるとね、あれなんだよね。ゾンビピラミッド発生して逃げちゃうんだよな。だから 3×3、4×4 ぐらい欲しいんだよな。下広げらんねえかな。5000なんだよな。殴れ。その下。わからんわ。今1200だった気がする。違うな、多分違うな。5000だよな、多分あの下。多分5000だと思うんだよね。どれだっけ？あれ？もしかして俺。あれ？あれ？あ、俺ピッケルにつけたのか、さっき。そうだった。あ、待って。貞子切ってもいいか。バカバカバカ、これじゃない。これじゃない、これじゃない、こっちや。少ないな。まあ、次回にするか、とりあえず。めどは立ったということで。違う、ここ掘りたかったんだよ。あ、5000だわ、これはもう。殴らなくたってわかる、5000だわ。4マスか。これはあれかな？ちょっと上に上語みたいなのをつけて、そこでかさ増しかな。そうだね。で、1マスだけ掘って、で、これを整地して、2マス掘った方がいいかな。整地できねえ。2マス掘るか。2マス掘って、で、殴る位置が上になるから、殴る位置が上になるから、多分コンクリートに座れるような。いや、この角の残り方嫌だな。使いそうだよな、ゾンビ。どうにかなんないの、これ。
なんなんこの角。なんやねん。これって、この場合どうなんの？残るんかーい。下の角壊すしかないか。下の隙間絶対入るよな、もうこうなったら。壊すしかねえよな。え？嘘でしょ。壊してもダメ。そんなバカな。はい？終わっとるやん。なんだよこれは。しかも乗れるっていう。当たり判定あるなら殴らせろよ。この角に殺されそう。存在しないブロック。再現できんのかなこれ。土入れて土外したら。つまりこれ無敵の壁ってことだからね。これで、これが複数あってゾンビを3マスぐらい押しのければ無敵の壁作れるからな、完全に。厳しいか。これがここにあるわけじゃん。右角にあるわけよ。ここにあるわけじゃん。いや、そうでもないな。右上にもあんのか。でもこれ裏からは多分通れるんだよな。テクスチャってそういうもんだから、大体裏からは通れるんだよね。節約するためにさ、表面しかないんですよ。裏には当たり判定なくて、出るのはただっていう。それがテクスチャなんだよね。全部こっちの面にしないといけなくて。多分土置いたらこれ結合されるか、そもそもが。そうだな、結合されちゃうな。無理かも。結合されるし、こっちのブロック壊したら多分消えるし。俺にだけ都合が悪いな、これ今。これ殴ったやつ、ここに吸収されねえかな。殴ったの壁にしかダメージ入んないんだよね。無理だな、無理だわ。無理だ。んな感じかな。で、上がってみるか。ここゾンビ登ってこない。面白いね。で、ここから火炎瓶を投げ込むと。もうちょっと安全な場所からかな。飛び出て。こっち飛び出て。あれ。こんな感じなんだ今。なるほどな。こうか。まあ、フェラルホーダー間に合いそうじゃね？で、ここら辺から火炎瓶を投げると。ああ、で、あそこ電柵で囲わないといけないから、地下もうちょい掘り進めないといけないな。
そうだね。じゃあ、あと2、3マス拡張して地下広げて、だからワンチャンそのタイミングで消えるかもな、あれ。で、あっちから伸ばしてきて、いや、あれ使えばいいか。ここ土だよな、多分。土だわ。だここに蓋つけて、上下接合して、って感じかな。まあいいや、とりあえず次回やりましょう。今日も結構時間かかりすぎた。というわけで、ご視聴ありがとうございました。静止画でした。